応用のさらに応用。ノーズインっていうやつ、真ん中を常に向いた状態で回る。うわ、かな。いよいよって感じがしてきましたもん。そう、この練習で手元の動きっていうのも多分その感覚、脳の感覚的な意味なんですけど、今こんだけ動いてるからこんだけやんなきゃっていう、はい、の目で見て判断する、頭に浮かんでくるんで、それをすぐ指が勝手にググってやってくれる、はい、では早速、はい、半時計。そうですね、半時計回りを。反対ですよね。半時計回りです。早い、やばい、難しいな。旋回が遅いかなってことですね。はい、そう、むずい。半時計も難しいですね。そうですね、もうバン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 やってもらって、全然大きくなっちゃってもいいし、はい、間違っても大丈夫なんで、なるべくこんな感じで動くんだっていうところを掴んでもらって、はい、最後ちょっと、最後の上手かったですよ。いい感じでしたね、はい、もうちょっと旋回が今のが早ければ完璧でした。あ、旋回でも今みたいなイメージを各所各所でやれば OK、はい、確かになんか一周で考えるよりもブロックブロックの間で考えた方が、考えた方が確かに最初のうちはいい、うん、やりやすいですね。意識的な部分のコツなんですけど、多分今ってその機体の動きを見ながら手元を調整してると思うんですよね、はい、あ、こんだけ膨らんだから旋回早くしなきゃとか、遅すぎたから早くしなきゃとかっていうのを動きを見てやってると思うんですけど、はい、両手がバラバラなんで、うん、ちょっともったいないんですよ。あ、例えば、あ、確かに、時計回りかなだとしたら、左手は右に入れながら右手は左に入れるっていう感じだと思うんですけど、うん、はい、どっかを固定しちゃうんですよ、スピードを。あ、旋回を固定しとくか、スピードを固定しとくか。例えばスピードを固定にするのであれば、機体のスピードを見ながら旋回を早めたり遅めたりすればいいだけなんで、そうすると確かにこの考えることのロスが少なくなるっていう、機体のスピードを固定にしているのであれば、それに対応する旋回をやればいいので。確かに、結構だってこっちだけでいいってことですもんね。そう、だから基本的に右は固定にするか、左の固定にするかで、こう難しさもちょっとは収まるかなとか思いつつ、大きい、これ確かにちょっと確かにって思いました。自分はもう動かすので一生懸命になっちゃってごちゃごちゃだったから、確かにやりやすそうですよね、こっちの方が。なのでそれを実際にちょっとやってみて、多分上手くなると思うので、うん、ちょっとそれで練習してみましょうか。はい、練習してみます。じゃあもう早速やっていきましょう。はい、あ、そう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 、うまいうまいうまい、いいよいいよいいよ。あ、間違えた。わあ、9と12いい感じでしたよね。いい感じでしたね。あ、そう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 、あ、うまいうまいうまい、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、そのまま行こう、そのまま行こう。よし、ちょっと速くなってる。
い、OK です。ビフォーアフターでちょっと比べたらマジですごくできてると思います。そうですね、最初に比べたらやっぱそのイメージの部分、ぐらつき、膨らんだりとか内側に行ったりとかはあったけど、やっぱ最初と比べたらやっぱ結構綺麗な、綺麗にできるようになりましたよね。なってたので、まあ良しという形で、ありがとうございます。いいのかなと。でまた違いは今度、今これノーズインっていうのやつ、はい、ノーズイン、これがあのこれただの円じゃないですか、はい、今度は八の字飛行っていう、八の字飛行、はい、まあ、もう言葉の通りです、八の字飛行、八の字に飛行するっていうのをやってもらう。もう全然言葉だけ聞いた感じだともう全然予想できないんですけど、内容が、はい、まあ、そこはねまた次回ちょっとまた説明するので、はい、まあ、次回これやりますよっていうのだけお伝えしておこうかな。ありがとうございます。後で調べときます、八の字飛行。ちょっと頑張って練習していきましょう。はい、ありがとうございました。はい、ということで応用編第1弾やってみたんですけど、もう前回のに比べても急激に一気にあのハードルが上がったので結構苦戦したんですけど、また次回も応用編第2弾があるということで、もう頑張っていきたいと思います。今日も最後に見てくれてありがとうございました。また次回のスカイハイト TV でお会いしましょう。バイバイ。